皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。先週土曜日に吉祥寺で9月から本格的に始まる本部主催のデモの前哨戦という形でのデモが行われたんですけど、僕も先頭でスピーカーを支えながら押して歩くスタッフとして参加させていただいたんですね。なので動画を撮ったり画像を撮ったりするような余裕がなくてですね、けれども僕と同じ練馬で YouTube されてる方がいることを知って、その方の許可を得てその方が投稿された YouTube 動画を今流しているところです。ナオピーの部活動っていうチャンネルなんですけど、概要欄にチャンネルと Twitter の URL を載せておきますので、よろしければナオピーさんのチャンネルのご登録とフォローをよろしくお願いいたします。それにしても楽しかったですね。吉祥寺から三鷹までを歩いたんですけど、なんていうか好きなアーティストのライブで体感するアーティストと観客との一体感のような、けれどもライブと違って立ちっぱなしではなくて景色がこうゆっくり変わっていきますし、信号待ちの人々の反応が様々で面白かったりだとか、普段歩くことができないような車が走ってる道路を堂々と歩ける爽快感、そしてコール&レスポンスの一体感、最高ですね。東京22区で活動されてる串渕真理さんを先頭に、フミトルズこと中尾文人さんと令和品川柳沢の柳沢聡さんが中心に、あと練馬区の山口明子さんや足立区の高橋真由美さん、三鷹市の石井玲子さんや調布市の鈴木ほのかさん、中野区の伊関源次さんや国分寺市の高野文夫さん、小平市の中倉重和さんや北区の佐藤司さん、埼玉県川口市の小山千穂さんもお子さんを連れてるのをお見かけしましたね。そして記憶に新しい千葉県柏市の若狭智弘さんも参加されていて、少しだけ僕もお話しすることができました。足立区の高橋真由美さんがデモの前編をスタートからフル撮影して投稿してくださってるので、もしよろしければ概要欄からチェックしていただきたいんですけど、なんといっても今回山本太郎さんがいないし、参加人数も本部デモより少ないっていう中で、デモの高揚感、デモのグルーヴを生み出していかなきゃいけない状況だったんですけど、やっぱりと言いますか期待通りのあの人が、フミトルズさんが最初にかましてくれましたね。バイクのエンジンをかける時のキックスタートっていうか、フミトルズさんがデモ隊のエンジンを一気にフルスロットルに持っていって、本人は飛ばしすぎちゃったなって自己評価が低かったですけどね、僕はさすがだなって思って、でそんな風にして串渕さんを中心に地方議員の皆さんでマイクリレーしていく中で、山本太郎さんがいない心配って何だったのかなっていうくらい、地方議員の皆さん一人一人がアベンジャーズ的に個性を爆発させて、そう、石井玲子さんなんかコールの合間に歌っちゃってましたしね山本太郎という一人のカリスマが盛り上げる形のデモではなく、一人一人の個性のいいとこ取りの連続の相乗効果で盛り上がったデモといいますか、地方議員の皆さんの底力、そして参加者一人一人を気遣う串渕真理さんのね、お人柄にもう胸が熱くなった、そんな吉祥寺デモでした。そして今回何よりお話ししたかったのが、デモの主催者でもある
町田勝手連の笹川光一さんですね。そもそものこの前哨戦のデモは令和新選組本部が企画したものではなく、笹川さん一人から始まったものなんですね。笹川さんは普段は通常のボランティア活動以外に一人でモニター凱旋なんかもしてくださってる方で、街頭にテレビを設置して太郎さんの凱旋の映像を流すっていう、そんな笹川さんが警察にデモをやるための手続きに行ってくださったり、スタッフを募ってスピーカー係や誘導係や救護班など役割分担を振り分けて、その係の人が何をどう具体的にするのかっていうガイドラインも作成してくださって、どこからどこまでを歩くのかとか全体のスケジュールだったり、懇親会のお店まで計画してくださって、でデモで使う全ての機材、スピーカー3台にそれを押して歩く台車だったり、スピーカーを固定するためのバンドだったりを全部車に詰め込んで持ってきてくださって、準備もほとんど一人でされて、参加者に配るための飲み物をクーラーボックスいっぱいに用意したりだとか、ズームで何回も打ち合わせを企画してくださったり、終わった後の振り返りのズーム会議まで今度やろうとしてくださってるんですけど、どうしてそこまでできるんですかっていう、おそらく最低限生活しているだけのお金以外は全部機材や活動費に消えてる状況ですよね。そんな令和関係者をこれまで何人も見てきましたが、笹川さんもその一人ですね。笹川さん、次の日にも町田駅前でモニター凱旋されてますからね。本当体力が化け物だなっていうかそしてそういう人と接するたびに、お金では買えないプライスレスなものをね、受け取れて、明日を生きる力になるので、そういう体験もボランティア活動の醍醐味ですよね。そんな風に僕なんか足元にも及ばないぐらいに志の高い方々が令和新選組にはたくさんいらっしゃいますが、けれども同じようにできない自分を卑下しすぎるのもまたちょっと違うと思うんですね。あくまでみんな違ってみんないいっていうスタンス、心の余裕がこの令和新選組を取り巻く無償の活動を長続きさせていく秘訣なのかなと。そんな9月から始まる本番デモにつながる意義ある吉祥寺のミニデモでした。笹川さんは YouTube もされてるんですけど、笹川さんのチャンネルと Twitter も概要欄に掲載させていただきますので、チャンネル登録とフォローをお願いいたします。で、サムネイルになってる山本太郎さんと大石明子さんのストップ増税、タックスピストルズの画像なんですけど、これはネットで拾った画像を元に自分でデザインしたもので、セックスピストルズのファーストアルバムのデザインやロゴのパロディなんですね。僕より少し上の世代の方々はもうあって思ってくださったかと思うんですけど、ネットで展開しているオリジナル T シャツの制作を請け負ってるショップっていうものがあって、そういうところでオリジナルの T シャツを作ってもらえるんですよ。税込み送料込みで2700円ぐらいですね。背中も印刷すると4000円超えちゃうんですけど、1週間ぐらいで手元にその T シャツが届くんですね。便利すぎて逆に怖くなるっていうか本当すごい時代になりましたね。本部の許可をいただいてるわけではなく、勝手に僕が作ったものなので大きな声では言いにくいんですけど、 Twitter などで DM をいただけましたら、僕がこの T シャツを出品してるサイトの URL をお知らせさせていただきます。9月からのデモ用によろしければ
色も黄色だけではなくサイズも自由に選べますし、僕の取り分はもちろん0円で、 T シャツ屋さんの T シャツ代や印刷代しか料金に含まれておりませんのでご安心ください。それとあと茨城県で活動されているボランティアの方から仕入れた情報で、キミトンのリレー上映が行われるようなんですね。これがチラシなんですけど、9月3日14時から井出沢大さんの牛久市で、9月14日の18時から阿見町で、で10月4日の18時から龍ヶ崎市で、一般が500円、障害者の方と大学生以上は無料で鑑賞することができます。成瀬監督は映画という手段でお金の仕組みの敷居を下げること、 50% の無関心層の覚醒を促す試みをしてくださった方、そしてこれからもそれをしてくださる方だと思うんですけど、さまざまな人がさまざまなその人の得意分野でそれをやってくださってますよね。僕もその端くれなんですけど、そう、最後に一番大事かどうかは分かりませんが、経済のバスタブの動画、お待たせしてしまって本当に申し訳ありません。パソコンのシステムパーティションがぶっ飛ぶ事故が再び起きてしまってですね、前回の事故から学んでいた知識もあって復旧までは前回よりも早く済んで、動画が完成するまであと3日ぐらいのところまで来ております。サムネイルはもうすでに出来上がっていてですね、山本太郎さんがバスタブに使ってるこのバージョンかシュワちゃんにするかで迷ってるんですけどもう間もなくです。最後にちょっとだけ編集中の経済のバスタブの動画の冒頭部分だけをお試しで流させていただいて今回の動画を終えたいと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今この動画をご視聴くださっている人の中でお風呂に入ったことがないっていう人はさすがにいないと思うんですけど、今回の動画でご紹介するこのバスタブ、通常の素材と一風変わってるんですね。素材を拡大してみるとご覧の通り、バスタブなのに農家さんや土木作業員がいたり、美容師やパン屋さんがいたり、公務員の人々、物流を担当する人々、ものづくりの工場やそれを販売する店舗もありますね。技術と経験値なんていう素材も見えますけど、要するにこれは労働者や生産設備や流通手段、それらの要素の技術や経験値のレベルといった素材でバスタブが構成されているということで、実を言えば皆さん一人一人もまたこのバスタブを構成する一人でしかありません。いやいや、私バスタブじゃないしと言っても時すでに遅しで、労働者はもちろんのこと、労働者でない人でも何らかの形でお金を得て、ここにいる人たちから何らかのサービスを受けてる以上はどうあがいてもバスタブの一部です。無人島ではなく国家や社会の経済活動の枠組みの中で生活を営んでいる限り、皆さんはバスタブ以外の何者でもありません。つまりはこのバスタブの素材はプラスチックでなければステンレスなわけでもなく、人間による人間のための